こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、メガネレンズの、遠近両用レンズですね、の、累進退調について、お話ししたいと思います。累進退調って遠近両用に下に加入という度数が入るんですけどね、プラスが入るんですけど、その例えば大きいこういうね、天地のあるフレームか、こう少し天地の少ない小さめのフレームによって、その累進退調をまあ、合う合わないがありますので、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。昔はですね、昔ってあれですけど、今からもかなり前なんですけど、こういう大きいフレームが主流だった頃、累進退調って大体14ミリとか、かなり大きいのが多かったんですね。こういうですね、それは。これホヤレンズのね、こういう書類なんですけどね、これ私注文するとき、遠近両用でその累進退調、これ11ミリというのは非常に最近はこの天地のないこういうこれぐらいのフレームにもう十分対応できるですね、累進退調なんですよ。これに14入れると近く非常に見づらくなる、逆に言うと。あとこの中心の、アイポイントの例えば定規によってまた変わってきますけど、14とか15ったらちょっとやっぱりこういう大型フレームにやっぱり合うんですよね。ただ今までこの11ミリの例えばこれぐらいの、これもちょっと大きくてもあれですけど、使ってる方がですね、いきなり14使うとちょっと慣れないと思います。そういう、初めて使う方は逆にね、こういう累進退調長い方が本当はいい場合もありますけど、下の度数によりますよね、やっぱりね。いきなり初めて使う方が加入度がちょっと高いとですね、ちょっともう違和感あって、もう何ていうんですかね、その先入観だ、おかしいですよ、その、トラウマみたいな感じになっちゃって、もうグラッとくるんでね、下見た時。そういうあれで最初からそういう加入つける店も結構あるようですけどね、本当は良くないというのは、それはね、非常に辛いメガネというかなりますので、そういう点ではですね、私どもね、こうテストレンズいろいろ用意してますのでね、累進退調11から14、そういうあれで例えばそのアイポイントの鼻の高さちょっと変えるだけでもちょっと感じ変わってくるんで、そういう遠近もしね作られる方はそういう細かいことまでちょっとアドバイスできますので、どうかよろしくお願い申し上げます。